はいよ、赤バシよ。はい、よしよしよあるしです、うん、さあ自家製ラーメン大ジャスさんです。出ました、大ジャスさん裁縫しちゃいました、うん、ええ、なぜかというと、うん、美味しいからです。あ、好きですね、本当に、高崎富谷町ということでね、うん、また高崎まで行っちゃったんですね、うん、片道1800円ぐらいかかりますけど、ありますね、はい、こちらもうね、あの去年の私のチャンネルで一応勝手ながら総合優勝させていただいたということでね、あのまだ食べてないメニューがあるんで、あ、なるほど、はい、そのメニューというのがね、うん、まあ3つありますよ、うん、ラーメン、油そば、しのし。去年はラーメンを、うん、確か大盛りにして、うん、特に何もトッピングしなかったのかな。なるほど、まあ缶ビールなんかも売ってたりしてね、うん、はい、で今回選んだのは、うん、汁なしなんですね。あ、なるほど、はい、油そばと汁なしがあるんですよ、うん、どう違いがあるのか、これはね、気になりますけどね、気になりますね、うん、まあ解説できたら言っていこうと思います、はい、へい、ということでこちらです。汁なしの大盛りにしまして、全部マシマシに。あ、珍しいですよ、私がこの卵系を買うのはね、風神大神のようなね異形が揃ってますけども、はい、こちらね、右これ汁なしのデフォルトについてくる卵ですね。で、左が温泉卵を買っております。80円で買います。はい。でですね、これ、大蛇の名物と言っていいでしょう。これ、デフォルトですよ。これすごいね。これはやばいっすよね。はい。まあ、豚増しはあえて売り切れにさせて、2枚はドカンと乗せるみたいな。はい。で、駐車場あります。お店の前だけじゃなく、共同駐車場とかいろいろあるんで、先に調べてから車で行きましょう。はい。さあ、早速、うん、大蛇豚です。これを噛みつく、うん、でかいですよね、これね、うん、コールの時にね、うん、あの、あえて、うん、野菜、肉、油、あと豚1枚で、なるほどね、いう人も結構います、はい、これが、ね、参考にしてください、はい、で、やっぱね、これね、なんだろうな、うん、もう、うん、大蛇の仕込みの、うん、頑張りが見える、うん、もう、うまいうまい、もう、うまそう、最大限最大限に、本当妥協のないってこういうことなんじゃないかな。なるほど、これが大蛇豚です、うん、はい、で野菜マシマシにするとね、うん、汁なしがギリ薄まらない程度の野菜がバランスよく乗ってきますね、うん、で巨大な油も入っておりました。すごかったですね、今、はい、まあね、ただこれでもまだ序章にすぎません。本当にこんなんはまだまだ大蛇の序盤ですよ、最初の、うん、難関を突破したら味付け油いきます、うん、はい、昔なかったんですね、味付けは。調査によると、うん、2017年頃から入るようになりました。ちゃんと調査しました、今回は。ありがとうございます、味付けは結構な辛め油です、うん、はい、なので、マシマシ野菜、これ相性がいいんでね、序盤はこの油と野菜を食べてねというメッセージと受け取りました。大茶さんからのラーメンから伝わるメッセージ、あ、伝わるメッセージね、食べるだけで脳にこう言葉が入ってくるというね、よし、これということで、あ、麺料、ね、通常300、大盛りが 400g 強ぐらいかな、なぜかというと少なめにすると 100g 少ない 200g なんで、なるほど、まあ、大盛りにしたら100プラスちょっとぐらいかなという、うん、ということですね。あ、これ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 、すごいね、麺のなんか、そうなんです、この水分のなさ、うまよね、うますぎですね、アニメとかでよく強調しますけども、それやんなくてもいいぐらいの強調感ね、バキバキボソボソ感、これを食べに来たんです、これです、はい、でもはやですね、うん、水分がなさすぎてズルズルいけないんですね、なんでこうやってこう外人さんみたいな、すするの苦手な人みたいになってますけども、絶対こうなりますから、はい、フードファイト感が増してますね、なるほど、噛みつき感というか、あ、ちょっと見て、あ、すいません、ちょっとニンニクが、はい、ということでね、大蛇としては珍しいでしょう、ニンニクが忘れられていたということで、後から混ぜる、あなたこういうの多いですねなんでなんですかね、なんでなんでしょう、結構多いですよ、はい、ただね、このニンニクに温泉卵を乗せてですね、いった、お、ニンタマ、ニンタマ、はぁー和らげてくれるかと思ったらね、これ辛い辛いニンニク、これを待ってました。ニンタマなんだろう、ニンタマはちょっとスタミナね、ほいっとこうなんか辛いつまみかじって、うん、白米いくみたいな、これすごいこうマッチしたおつまみ的な食べ方できました。おいしかった、試してみて、うん、はい、
ただこれ水分ない麺にね、うん、こう生卵のこうとろけ具合があるんでちょっとすする量になりますこれやったら、はい、試してみてください皆さん。さらにデコ卵いきます。つくね風にしません、うん、そうするとこのように、うん、ちょっとあの卵ポケットなるチキンラーメンみたいになりました、こうやって食べるやり方もねちょっと自分なんかオリジナルだけど推奨していこうかなみたいなね、これがね、うん、まろやかさプラスされてうめーうめーんですね。デコ生卵、ね、そうですね。いやこれはねあのデコ卵でも足りないという方まだいらっしゃるかもしれない、うん、なんと50円でまだ売ってますね。そうだからどんどん足してもいいし、うん、水がでかいというね。でかいね。だいぶでかいですね、これね。そうです。いや、でかいいきましょう。こちらのショッパネルが、4.3。だいぶ。そうなんです。うん、まあ、やっぱね、これぐらいの強い麺だったら、うん、これぐらいのレベルの、なるほどね、返しないと釣り合いません。はい、ダイヤモンドはダイヤモンド通してないと磨き合えないと。はい、そういうことなんです。汁なしはね下に溜まってる返しこれ結構辛いんで、うん、まあ、序盤からいきなりかけると、うん、マジのしょっぱ汁なしになっちゃうので気をつけて なるほど ね、はい、あ、そして胡椒入っております。2タイプありますね、うん、黒と白どっちもある、うん、これがね、うん、ラーメン台にも、うん、でこれあるんですよ、このでっかいのが、うん、あのサイボーグ店主さん前紹介しましたよねずっとワンオペというかずっとワンオペしてた、ラーメン大さんとちょっと関わりがあった方なんで、もしかしたら似せてるかもしれない、そしてね最後はねベクトルの違う、お酢の濃さでこう締めていくと、うん、ちょっと心強いということですね、うん、はい、もうなんならお店のねこう張り紙に最初からこう入れて混ぜても、うん、まあ、いいんじゃないかなって書いてあったんでね、2の方はいきなり入れてなるほど、いいかもしれない。なんでまあ醤油感めちゃくちゃ強いんでね、うん、しょっぱいなと思ったらお酢で和らげる、うん、まあ、お酢で和らげるっていうのはどうかと思います、はい、おっと、あ、よっ、完食でございます。あ、汁はねありますけど、ごちそうさんでございます、はい、だってことですね。あ、93.016 です。はい、あ、というわけで今回は腹出し猫たちが登場しておりますね。まさに大物感がありますね。もうあの危険がないので、あ、ちょっと猫の話になりますが、このまま、はいはい、なんとうずらとメンマうち、に来てほぼ1周年です。いやー来ましたね。まあなんかできたらこうにゃんこ動画1個あげようかなと思ってるんですけど、皆さんどうかな、あげてもいいよと思ったらちょっといろいろ買ってあるんでね、あげちゃおうかなと思います。はい、猫専用のちょっとねフードある、あれが、はい、あれがあるんです、はい、さあ、そして大蛇さんで、いやーやっぱね僕他にもね群馬県高崎市めっちゃラーメン屋さん多いんで、うん、候補があったんですけど、うん、ちょ間違って、うん、ちょ間違っちゃって行っちゃいました、ね、間違っちゃった。いやーやっぱちょっと今年も行っとくしかないと思って、なんか堪能なくなってからは初なんで、ある時とない時比べたかったんで、いやマジであるんですよ、あのどちらもね、だから堪能できましたよ、すごく。はい、あ、別にそれはあの、ね、言葉がちょっとそれしか出てこなかったので、あ、そういうこと堪能できましたよ、すごく。あと、うん、僕高崎にまだ行きますんで、あ、そうだ、はい、え、予告しときますけど、うん、ジョジョが好きなんですよ僕は、うんうん、で、うん、麺屋城太郎があるんです。え、はい、なんなら麺屋城太郎のお店の前まで行ったんですよ。おう、そこまで行ったのに、え、大蛇だーっつって大蛇行きましたはい、ジョー太郎さんすんません、ちょっとあの絶対行きますんで、目の前まで行ってあのジョースケのサヨナラのポーズだけバーンって決めて帰ってきました。スタンド使い引かれるはずなんですけど、あー、その日はいなかったのかなというわけでね、素晴らしい経験、ゴールドエクスペリエンスを体験してから、え、急になんかジョジョになったかいごちそうさまでした、はい、you